はい、今日は DLC 出る前はむちゃくちゃ騒がれてたけど、いざ DLC が出たらオーガポンとかいうイカレクサタイプが出たせいでそんなに騒がれなくなったゴリランダを使って対戦します。まあ、とりあえず初手パオジャンとか鉄の包みとか連撃ウーラオセミでボルトチェンジから入れるロトム出して、ロトムのボルチェンジ相手のポケモン倒せないから先制技グラススライダーを使えるゴリランダで、ラスイチはコダリスカーフ羽ばたく神で全部破壊していきますか。大丈夫です。ゴリランダーね、御三家の最後の生き残りっすね。今の環境で生き残ってる御三家で、さっき使用率ランキング見てきたんですけど、30位以内に入ってる御三家ゴリランダーだけだった。だから昔はラウドボーンとか、まあマスカーニャとかいたりしたけど、あと月光河が解禁された直後とか多分月光河もいたんだけど、こいつら全員消えて今ゴリランダー、まあ、でもゴリランダーもむっちゃ高いわけじゃなくて21位なんで、あー神速か、あーこれ強い、絶対こだわりバチ巻いてる、これバチ巻き海流、まあ鉢巻き激鱗だとロトム飛んでたけど、まあその場合は羽ばたく神で激鱗ロックしてなんとかなってたかなと。まあ鉢巻き神速なのは分かってるから、結局ゴーストタイプの羽ばたく神出して、これムーンフォジバコイルいる、ジバコスさん、ジバコスさん読みでシャドボウ打つか、鉢巻き神速海流でさすがに羽ばたく神に突っ張ってこないでしょ。海流引っ込めた、まあジバコイルがいたらジバコイルで、なんかいなかったらミミッキの化けの皮とかで無理やり受けてくるかなと思ったら鉄の包みが出てきてブーストエナジーじゃない、いやこれムーンフォだとね鉄の包みほぼワンパンでいけるんだけど、おおシャドボでもいけた、シャドボだとちょっと怪しいかなと思ってたがいけたと。パオジャンでこれこだわりスカーフでシャドボでこだわってるんで、いやだからパオジャンに剣の舞されたら終わるかもしれない。え、ちょっと待って、これ剣の舞されたら終わるな、剣の舞羽ばたく神で突っ張るか、なんか普通に考えたらロトム切りした方がいいんだけど、パオジャンが剣の舞を持ってた時だけがロトムを出すターンが好きになって無償で剣の舞つまれると思ったらなんかテラスタルしてきた、なんでこれ、あ、そっか、相手視点からすればこっちの羽ばたく神がそもそもこだわってるかどうかわかんないから、あれか、パオジャンが気合の助けとかじゃなかったらテラスタルでムーンフォースに対する体勢を変えないといけないのか。あ、なんか適当にシャドボー打ったけど、なんか逆にラッキーみたいになって、シャドボーがこれがまあまあ入る、なんかこの動きしてくるなら突撃ショッキとか持ってんのかなと思ったけど、まあそういうわけでもなく、で羽ばたく神めっちゃ耐久に振ってるからパオジの神砕き耐える、でこれロトム、まあ、これはロトムに下げていいな、グラススライダーで倒しに行こう。でグラススライダーがね、まあ、もう皆さんも知ってると思うんですが、まあ、ゴリランダがグラススライダーを DLC で、まあ、習得したんだけど、そのグラススライダーの威力がね70から55だっけに低下し弱体化されたのも、まあ、なんか倒せるポケモンの範囲がめちゃくちゃ狭くなって使われなくなった原因のまあ、一つだと考察されて、いやてかなんで相手やりすぎじゃね、は、つららひるみって、え、これパオジャン相手神クラクあったよな、え、神え、神クラクでロトム倒してたくないか、倒してたくないか、つららで一回ひるませる必要あったか。でまあこれゴリランダー出して、まあテラスタルこっちまだ使ってないんでね、で羽ばたく神から入ると氷のつぶてで倒されるんでゴリランダーから入るんだけど、これグラスラで鋼テラスパオジャン倒せるかな、倒せる、これはたきでいいか。で今回ゴリランダー岩テラバーストで使ってます。まあ岩で使ってる理由はなんかいろいろあるんだけど、まあ、そもそも環境に多いオーガポン、まあ、かっこ炎に対して対面から岩テラバーストを打つことで、まあ、勝てるってのと、あとこれ相手海流じゃないですか、その岩テラスタルすると、まあ無効じゃないんだけどノーマル技が半減になるんで、まあ、海流の神速とか、あと飛行テラバーストとかにも耐性できるんで、また対面海流に勝ちやすくなるっていう、まあ、そういう利点がありますが、いや、てかこれ、剣の前してたら勝ってたな。いや、でもさすがにあの HP の、ねえ、パオジャン半減とは言え、まあ、グラススライダーで倒せるとは思うんだが、で、畑落とす、まあまあ入る、命の弾持ってるから、で、鉢巻き畑落とす、で、ゴリランダ、素早さ鈴口がね、見た目の割にまあまあ高くて、こいつ85あるんですよ。で、海流は80しかないから、で、このゴリランダ、AS で使ってるんで、まあ、海流より基本的には速いと。まあ、相手の海流が最速だったら、ゴリランダ、いじっぱりで使ってるから抜かれるんだけど、おぉ、てか、テラバースと岩、かっこよ。なんか、流星群みたいなエフェクトで。で、海流倒して、で、これ、グラスイールドで、まあ、ちょっと回復して、これで、パオジャンの先制技に対する耐性もつけつつ、まあ、さすがにこんだけ HP やったらね、何飛んできても耐えますよと。で、パオジャン。いやー、これ、聖なる剣とか打たれたら、だるいから、いや、グラスラだよなー、岩テラスしてるから、いや、倒せるよな、さすがにこれ。やるはい。まあ、威力下がったとはいえね、グラススイールド込みで草タイプの技の威力上がってるし、まあ、威力下がった分を命の弾を持たせることで、無理やりね、保管してるんで、まあ、ゴリランダーも、
攻撃取得値もまあまああるということで、パオジャンを無事倒すことができましたが、大戦でした。はい、引き続き対戦していきます。まあ、今日の動画多分ちょっと元気ないわ。まあそういう日があってもいいっすよねってことでやっていくんですが、まあこれもね、岩で多分海流しばけるから、まあ、ゴリランダー投げときたい。あとシンプルに相手のオーガポンが水で、まあ水オーガポンだったらそもそもグラススライダーの通りがいいからゴリラでいけそう。まあ、所定どうするかだけど、ゲンガーが気合のタスキとか持ってたらめんどくさいから、ディンドゥのステルスロックとか巻いときたい気持ちもある。ディンドゥにしますか。ディンドゥゴリラまで確定で、まあ、ラス1なぁ。まあ、巨人王がテラッサルしてくること考えると、ゴリランダーで処理がちょっとめんどくさい説があるから、なんか巨人王子に強そうなやつがいいんだけど、まあ、羽ばたく神が滅びの歌持ってるから、羽ばたく神の滅びの歌か、まあ、ロトムのトリックでロックするかだけど、まあ、羽ばたく神の滅びの方が柔軟性ありそうなんで、この3匹でいきます。よしよし。コメント、最近すごいペースで投稿してるけど、これ少しずつ出せばもっと投稿ペース安定するのでは。あ、でも気づいたんすよね。7本動画を出すのに、まあ、7日間で7本動画出すのと、まあ、7本しか動画を出さないって考えるとするとね、7日間で7本しか動画出さないのと、まあ、14日間で7本しか動画出さないのって、まあ、結局ね、その投稿ペース上げて、2日に1本ずつとか上げてたとしても、結果同じ7本だから、まあ、やれるときにやっといたらよくねっていう。で、これね、いや、ステロ巻きたいけど、海流初手か。いや、まあ、ステロでいいか。ステルスロックから入ると、海流がアンコールとか持ってたときにね、ちょっときついんですよね。ただ、初手海流だと、まあ、ハチマキとかの可能性もあるんで、あー、ケタグリ、いい技持ってる。あ、これ多分ハチマキだな。ケタグリのダメージ的に。あ、でもこれ、ディンルー、ケタグリで、あれか、お盆込みで2発で倒せるのか。結構強いな。は？え、なんで自信打ってんの？え、僕今地震打ちました？ちょ、やばいやばいやばい。いや、ハチマキ確定だから、とりあえず一旦羽ばたく壁に引くんだけど。え、ちょっと待って。え、地震打った今、本当に。え、ステルスロック押してなかった？え、証拠残ってますからね、これ動画で。え、ステロ押してなかった？え、なんで地震打ってんの？え、ステロでいっかみたいな話してたよね。え、証拠残ってますよ、これ。ねえ、動画として。わかりますよね。つまり、ステルスロックが押されてて、地震が出てた時には、もう言い訳できないっすよ。うわ、これ。いやこれね、オーガポン水が出てきて、オーガポン水ね、面影宿しで特防上がるんすよ。いや、10万打つけど、あ、でもこの読み意味ないよな。いや、なんかシャシャってさ、いや、結果相手なんか、そのテラスタルして、まあ、オーガポン草水タイプでテラスタルすると水単タイプになるから、まあ、羽ばたく神対面、テラスタルして特防上げてくるっしょっつって、ドヤ顔で10万ボルト打ったけど、これそもそも、特防が1段階上がった状態だと、タイプ不一致10万なんて、まあ、そうっすよね、まあ。そもそもそんなダメージになんないし、なんなら、水単タイプになってくれたら、ゴリランダーのグラスライダー抜群でぶっ飛ばせるから、なんか、別にムーンフォースで、いや、いらん呼びかました。ただ自分が気持ちよくなりたかっただけ。あー、ちょ、これゴリランダーでいけるか。ゴリランダーに打点ないやろ、こいつ。草水タイプだから。草技も水技も半剣っすよ。なんならグラスライダーで倒せるから、いやー、これ裏ねー。いや、でも海流に引いてくると思うんだよな。なんか丸助まだ残ってるし。剣の前にして、ただ海流を丸助込みで剣の前、命の玉、岩テラバーストで、まあ、飛ばせるかどうかってのが、あ、ザプロス。いや、ザプロスは無理じゃない。いや、ザプロスは無理じゃない。まあ、ザプロスが耐久型だったら絶対こっちのゴリラの方が早いからいけてて、まあ、なんかアタッカーとかだった場合、さすがにサンダーの種族値が100で、まあ、ゴリランダーね、85なんで、まあ、サンダーがアタッカーとかで一回様子見されるときついけど、まあ、こっちもこれしか、僕にはこれしかないんです。これしかないから、まあ、ゴリランダー岩テラスして、いや、ここね、サンダー飛ばせたら、でかいっすよ。で、海流いけるかな。いや、なんかね、耐久に振ってなかったらね、ダメ系した感じ、だいたいいけるんですよね。ただ、なんか耐久に振ってる海流だと、ちょっと耐久調整、オッケー！こっちの方がいい。まあ、耐久の振り方次第だと怪しいっていう。で、これは、まあ、いくらサンダーの耐久があるとはゆえ、まあ、一回剣の前積んでるんで、そのままぶっ飛ばして。で、グラススライダーの圧もあるから、オーガポンから入れない。海流、マルスキ海流と、剣舞ゴリランダの対マン。しかも、まあ、さっき、まあ、海流絶対ハチマキなんだけど、まあ、ハチマキ神速に対しても、岩手ラスタルで耐性をつけてる。プラス、まあ、元々の素早さ続くちゃこっちの方が早いと。いや、これいけなかったら、ここまで言ってて、いけなかったら終わるんすけどね。ちょ、裏。いや、きついな、これ倒せなかったら、裏のポケモンって。おらっ！おおほほほほ猿は最強になった。え、これ
え、この人一人でいいじゃないですか、もう。このゴリラ。一人でいいじゃないですか、この人一人で。え、なんか全部ぶっ飛ばしてったんだけど。オーガポン。オーガポン対面で剣の舞して、オーガポン、サンダー、丸助残ってる怪獣。一人で全部ぶっ飛ばしてたけど。で、これはゲラスラで。いや、さすがに落ちるな、なんか変な。オッケー、対戦ありがとうございました。ということで今日はちょっと元気なかったですが、DLC で解禁されたグラスライダーゴリランドを今更使って対戦してみました。よかったらチャンネル登録、高評価、動画にコメント残してくれてたら次の動画で拾うかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でした。バイバイ。